死ね。よし、やろう。挨拶しよう。死ね、死ね。なんで殺し始めんの？おい。じゃあ、はい、皆さん並んでください。はい、ということで、今回はですね、クソガキクラン、新シリーズということで、ピクセルアーク、やっていきたいと。あらいいなー穴掘ってんじゃねえよ、おい。ピクセルアーティクね、今3人なんですけども、今日だけです。今後、高木のね、クランのザンギってやつと、あと、奴隷のニコン、あいつらをね、呼んでいきたいと思います。あいつらは奴隷です。奴隷をですね、このゲームでも入れてね、やっていきたいと思います。ということでね、高木挨拶。近くにお父さんいるんで最後に。お前もお父さんいるんか近くに。はい、じゃあペガサスくん、おはようございます。おはようございます。先ほどねペガサスくんのお父さんが歌っておりました。素晴らしい家庭ですね。はい、ありがとうございます。カラオケ大会なんですね、いつも。はい、そうでございます。はい、次行きます。 ITS くん、新しいマイクになって声が変わってしまったけど性格は変わってません。どうも TS です。お前気持ち悪いな、お前。今のねこの TS の声はもうリアルと同じ感じだね。真のまあ TS のねこの聞ける棒をね、聞けたってことでね、皆さん幸運ですよ。マイクをね、俺がね、まあ買ったんですよ。そうなんですよ。レーザーの2万円するぐらい前。そうなんですよ。高木くんはどこ行ったんですか、これは。おい。あー、もうダメだ、こいつ、ほんとに。ほんとに、もう、どこ行っちゃったんだ、ほんとに、あいつ。ダメだ、こいつ、俺。なんかお父さんが近くにいるって言ったから、どっかに逃げちゃったのかな、これ。このままこれ一緒にやれる気はしねえぞ、高木と。ということでね、じゃあ、ピクセルアークやっていきたいと思います。これね、マインクラフトとアークが合体したようなゲームです。アークと違うところは魔法が使えます。へぇ、まあ、それも、ね、面白いところじゃんかじゃないかとね、はい、思いますけど、はい、高木いたわ。高木なんかあっちでなんかやってる。何してんだあいつ。とりあえずじゃあね、まずはさ俺らの拠点作ろう。いやでもまず最初に拠点の前にこのゲーム作るものを覚えるみたいなやつがあって、動物倒したりとかしてあのスキルポイントみたいな経験値みたいなゲットしてアイテムも覚えたりするんですけど、まずそれを覚えないと拠点のね材料になるもの作れないので、とりあえずはそこら辺にいる堂々とかをね借りまくっていきましょう。借りまくっていきましょうということでね、明らかに麦わら棒じゃないですか。この頭麦わら棒じゃねえ。人生は冒険や、死んだらあかん。バン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 。ミッションインポッシブル、トム高木来たかこれ。あはははは、なんかおい、なんか乗ってきたぞ、あいつ。花ちゃん捕まえてる。花ちゃん、花ちゃん、ちゃん来た。花ちゃん、花ちゃん来た。高木めっちゃ追いかけられてね。なんで俺なの？なんか高木追いかけられてる。普通の松明これ痛いな、これ。かがり火か。かがり火レベル10。デュー。これなんか農場とかなんか作りたいよね。いや、嫌です。なんでやねん。いいよ。オーライ。ピガサスのお父さんも乗ってきたよ。乗ってきてるよ。もうやだ。どうしたんだお前。やだ。だよ。やだ。お前が嫌だわ。どうしたんだよ。弓がない、弓が。で、キャラクターの能力も上げれんだよね、これ。これがまあ、このゲームの醍醐味ですよね、言ったら。うわ、なんか、陰キャみたいなやついる、怖い。あ、それや。いや、異性かよ。かがり火置いたけど火つかないの。お前責任取れ。なんでですか？なんで僕だけ？おかしい、おかしい、おかしい。これはおかしい。いや、お前は、そういう系のゲームやってきた、ラストとか。なのにもかかわらず、俺にかがり火がつかないの。おかしいんだー！高木？ん？さっきさ、お前さ、花ちゃんに乗ってたやん。どうやってあれさ、サドルみたいなのつけるの？なんか作るところにあるよ、ブス。自分で調べろよ、カフェ。どこに作る？みんな家。家！山の上！山の上？わぁ！断崖絶壁みたいな。なんかいる、ゾンビいるんだけど。その魔法地帯は敵強いんで、やめた方がいいですよ。あ、ここ魔法地帯なんだ、ここ。ここら辺作るか、じゃあもう。立ち打ちできない。とりあえずは湖の周りでいいんじゃないですかね。でもワニいるじゃん、湖の。そんなんいらしたらお前どこでも敵はいるだろ。でもだから湖の周り危ないから、お前が建築しろや。場所を決めてるだけじゃん。なんで家を作ることになる。家を作るのは俺だ。お前だから不登校は。うるさいよ、ダメだよ、喧嘩しないよ。この前会ったばかりなのにお前ら喧嘩すんな、ほんとに。ノーフィン君と寝たの。谷岡さん、俺ボドカさんと寝ました。隣り合わせで。はい、ピガサスのあれマジ面白くないですか。あのツイッターの枕投げられてるやつ。一切起きないからな、ピガサス。あれ俺が投げたんすけど枕、ピガサスの画面にバーンって当たったのに。痛い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 。寝てるんすよね、ずっと。どうした、枕投げられたかお前。時間差、時間差できたお前。5000いいねぐらい言ってたよお前、あのツイート。あれフォロワー増えました。2000人ぐらい増えた。枕投げられて2000人ぐらい。そんな来んな、マジで。高木さん殺してこいつ。すごいすごいすごい。殺してこっちで。お前そんな気に入られてんの？高木すげえ。真面目に作ってる TS が言えよ。トモさん、お願いお願いお願いお願
あれやって。こいつか。しょうがねえ名前。やってやるこれ。はっ。よっ。はいよ。はいはい。釣れた釣れた。頑張れ頑張れ。もうお前一生助けねえからな。あーナイスー。お前何やってた。どうしたどうしたどうした。地下を作ってんの。おい何してんだお前モグラみたいに。点火する。あできたできたできた。分かった。かがり火はあれ入れなきゃいけない。木入れなきゃいけない。木を入れてペガサスに枕を投げる、はい、そして殺す。息の根を止めると。俺もあそこで止まりたかったな。朝あのペガサスが起きたら真っ裸っていうのやりたかったんだよ。キチマジでお前ら変わんねえよな本当に。リアルとゲームがマジで変わんなかったからさ。変わんなくなってない。俺は変わります。どこがやねんお前。お前が一番変わんねえよ。やばかったらソフマップ中に絶対ガキの声響いてたからな。イヤーっつってシャーじゃねえよ。そのシャーより絶叫してたからね。やばいよ。ソフマップの歴代多分あのお前ブラックリストに入ってるからね。ブラックリストマジで入ってるかもしれないワンちゃん。俺インディーンジョーンズだからさ。俺地下に家あるから。鼻で笑うなお前ら。殺すぞ。はへっ笑いでもねえわお前のはもう。やばくないこれ木の取れる行。いや2はきついさすがに。お前パンチでやってるだろ。斧を作れ早く。お前さ意味がわからん。幼稚園でもわかる。俺幼稚園の頃マイクラやってたけどさわかるよ。幼稚園の頃からお前マイクラやってたのか。その時からお前一日中ゲームしてたんだろ。出ましたね。それで幼稚園も不登校だったと。はい最後よ。すみません、あのなんか俺あの埋められてるんですけど誰か埋めました。めっちゃ深くに埋まってんだけど俺。めっちゃ深いんだけどここ。どうしてくれんのこれ。おい誰だよ岩石で埋めたやつ。お前おい高木お前だろ。いや絶対ないないやだ。先を見てくださいよ。完全にニッチなんだけどどうすんのこれ。いいから誰か助けてくね。あの死んじゃう。絶対ここらへんや。いやだいやだいやだ。ほら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 出てきた出てきた。いた出てきた。やったやった。誰やねん埋めたの。おい高木じゃねえかお前。高木かよ。俺記憶ない。ガチおもろいやん。怖すぎだろこいつ。どう考えても頭ハッピーでしたやんけ。バッバッバンパーパッパッパンパーパッパッ。こいつ張り倒していいか。はい。うわーなんだおめえよ。ちょちょ不安定やすぎない。もう笑ってばっかじゃなくて家いやごめんって。ただ泣いて笑って過ごす日々に。情緒不安定だな本当にこいつは。隣に喧嘩する喧嘩。はいやったー。おー気がついた。気がついた。初めて見た原始人かよお前。原始人かよ。こない雪ねえこうなんとかなんと歌えないなら歌うね。はい下手くそなやつが歌ってんのマジ無理だった。ちなみに高木さんって自分の歌うまいと思って。はい思ってます。マジかお前は。病院行こう。精神病院に行こう。えなんか俺いつの間にかプテラノドンテイムしてた。なんだ俺宮迫っていうあの恐竜作りました。バカリズム作ろう俺。いやお前そこ松本人志だろお前。めぐみチャンネル。おい俺のめぐみチャンネルが。おい飛ぶぞ今から。あやばい。めぐみチャンネルと戦ってる。うわぁちょっと待ってやめて。めぐみチャンネル死んじゃうよ。よしみんないいか。それぞれ今案内していくぞ。ペガサスと高木のアイノス見ていきたいと思います。なんでこれなんでこれ突っ張ってんだこれ。この上のはうららさんですね、うん、これあーリーゼントってことねこれ。なるほど今こういう感じですね。えなにこれ。えめぐみちゃんネルが出てきた。お前覗いてんじゃねえよお前。邪魔じゃ取り切らない。何してんのタモ。助けてめぐみチャンネル。めぐみチャンネル助けて。痛い。あやばい。ちょっとめぐみチャンネルが死んじゃった。助けて助けて。やばい。ああ。おいで。次はおいでサムラゴーチ。ゴーストライター。サムラゴーチ捕まえてきました。サムラゴーチ。サムラゴーチ来た。これ性別女性だよこれ。じゃあ TS 君の家見ていきますかこれ。なんでこれは。今収納ボックスにもこいつパスワードかけてやがれや。中身取らないちゃんとしてますから。ちょっと俺の家を紹介しよう。ああ田村さんの家行きますか。田村コーチと一緒に行きますね。うん田村コーチと一緒に行くとかただの迷惑で草。ここかこちらでございます。おーおーかっけー。おーかっこいい。普通にかっこいい。いや洞窟から俺は展開していこうかなっていうね。じゃあここで一旦動画の区切りなので、じゃあ高木さん一言お願いします。ハイサイバイの天才 YouTuber アイドルですよ。ーい使えません。最後ピーしといてね。